タノカヨワタゴ族、タノカヨワゴ族、タノゴ族は、現在のニューメキシコ州、カンザス州、オクラホマ州、テキサス州の先住民が話す言語からなる語族である。ティワゴ、テワゴ、トワゴといった大部分の言語は、ニューメキシコ州のネイティブアメリカンのプエブロによって、話されている。これらの言語を総称して、タノゴ族と呼んだのが最初である。関連する言語である。 カイオワ語は現在オクラホマ州南西部で主に話されている。カイオワは歴史的にテキサス州とオクラホマ州の地域を占領していた。カイオワタの語族には4つの語派に7つの言語が存在する。ティワテワと同様にカイオワトワは中間の語派を形成する可能性がある。タの語族はティワ語、テワ語とア語からなるプエブロの言語中の主要な語族として、 長い間認識されてきた。カイオワ語の語族への編入は、当初、言語学者の間で議論を読んだ。かつては遊牧民であった平原のカイオワは、ピワ、ティワ、トワのようなプエブロとは、文化的に全く異なり、他の語族の言語を話す人々とより、多くの文化を共有してきた。言語学者は現在、カイオワ語を含まない、他の語族は、ガワ系統群であり、 プエブロの言語の祖語は、カイオワ語の祖語と同じであると考えている。カイオワ語とトワ語の関係は、トワ語とティワテワ語派の関係よりも近いかもしれない。専門的には、タノ語族タノアンとカイオワタノ語族キオワタノアンは、言語学者の間では、同義語と考えられている。一つの文化を共有する複数の民族を意味するタノアンという名前が、 文化的に使用されているため、清和田アンというより明確な用語が今でも語族に対して一般的に使用されている。カ洋はあの人々の前史はほとんど知られていない。その結果、この語族の構成員が根本的に異なる生活様式を持つ二つのグループに分かれたことについて歴史ははっきりしない。どうやら民族間の古代のつながりについての高等伝承は 存在しないようだ。学者たちは共通の言語的特徴が発達するように民族がいつ接触したかを決定していない。最初期のカイオアの伝統と歴史的記録は彼らが北と西に移動し現在の部族ネーションと結びついている領土に入ったと記録している。現在この地域はテキサス州とオクラホマ州に属しており18世紀後半から占拠されていた。 カヨアタの語族は、アステカタの語族の仮説の提案の中で、ユトアステカ語族と結びついている。この仮説は証明されていないが、多くの言語学者が有望であると考えている。下の表は、語感の語頭での死因の対応に基づいて、ヘールによって再考された、タノソ語の死因を含む、の証拠は、窃盗時に由来する、は、語圏の語頭では見つからないため、 上記の表では括弧内にある。ヘールはビボインからビオン化の特徴を再考する。母音の長さ、成長、強制などの母音音質や音律的特徴は、カイロワタの語族ではまだ再考されていない。ヘールは母音品質の特定のセットを提供する。次の表は、カイロワタの祖母に再考された、カシラシイ意味と、娘言語におけるその反映を示している。上記の表に見られるように、 多くの音韻融合が様々な言語で発生している。蒸気を支持する同梱語のセットは以下の通り、ありがとうございます。